はい、お家でトレイントレイン。今度はね、こんな大きなザルが家にあったので、ちょっとね、どうだろう、こんな大きなの作ったことないけど、ちょっと試しに貼ってみますね。作り方は同じです。ちょっとガムテープ足りるかな。よいしょ、うわ、こりゃすごい、こりゃすごいな。一体何本ガムテープいるんだろう、これすごいな。よし、ちょっと色変えてみますかね。これはこんな大きいの作ったことないな。大きいのはね、普段使ってるやつだと、やっぱりこういうザルじゃなくて、大きなバケツなんで、すごい低い音がするんですよね。ドスンドスンっていう音なんで、これはまたちょっとこれで楽しいんですけど、まあ、今日はお家でトレイントレインなんでね、手で叩きますけど、すごいな、このワイプがえらいいっぱい使うな。よし、色が混じってくると楽しいですね。よっしゃ、だんだん出来上がってきたね。色が変えたな。ね、ちょっとね、量を使う量が多いから、このあとすぐ使わないといけないようなバケツを使うとちょっともったいないかもね。これ貼りっぱなしにして、何日か1週間でも2週間でも遊んだらちょっと楽しいかもしれませんね。よし、こうか。だいぶできてきたけど、もうちょっとやね、もうちょっとですね。よし、こんな大きいの作ったのか。どうすれば、よし、だいたいこんな感じでいいかな。どんな音するのかな。スティックで叩くと、後ろがザルで、これ後ろに音が抜けちゃうんで、空気もちょっとこの、まあ、太鼓的に言うと革の音だけがしてる感じですね。例えばこれだと、皮とちょっとこの胴体が鳴ってる感じしますよね。はい、じゃあこれでトレイントレインやってみます。